東口用の本町駅は埼玉県埼玉市中央区本町東2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JA24。当駅に乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが運転系統上は埼京線として案内される。島式ホーム一面に線を有する高架駅である。出口は東口と西口がある。 大宮駅管理で JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する業務委託駅で指定席券売機、自動改札機、エレベーターが設置されている。最強線北赤羽駅北与野駅間の各駅には駅ごとに異なる色が設定されている。当駅のカラーはフレッシュである。上下線で発車メロディが使用されている。 2020年度の1日平均乗車人員は1万1877人である。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると開業以降の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。埼玉市中央区役所をはじめとして多くの行政、公共サービス機関が当駅周辺に置かれている。駅高下,下に 平屋建ての駅ビルや店舗を要する他には、駅周辺に商店は少ない。東口前には、パチンコ店が2店舗立地する他は、住宅地が広がっている。当駅の東を、大鳥沼川が流れ、さらに約 1.2km 離れて、与野駅がある。近年、旧与野市の商業の中心地区は、新しく開発された、埼玉新都心及び北与野駅周辺に移りつつあり。 歴史的な与の塾に近い当駅周辺は主に住宅街となっている。駅ビル高下した店舗東口西口以前は、四季駅業北浦和駅、大宮駅業などの路線も発着していた。注釈区出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。